ヒコピコピさん、竹井さんのお話を聞いてトレーニングに勾配 15% ぐらいの 80m ダッシュを、数本取り入れました。日に日に走れるようになることを実感できて楽しくなっております。ありがとうございます。ところで陸上短距離選手は、上半身 あの筋肉は腕を振る動作を全力で行う上でつくものなのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。まあ、腕振るだけでついてる人もいるし、ウエイト上半身結構かなりハードにやる選手も結構多いんで、うん、タイプによると思いますね。はい、正直そんなに必要はないじゃないかなと思いますけど、うん、全く上半身ウエイトしないで陸上を鍛えた人と、上半身もめちゃくちゃ鍛えて100メートルのトレーニングをした人と、どっちがタイムが上がるのかとか、きっちり多分データ取った人いないと思うんで、上半身がそんなに必要なのかどうかっていう、まあ、特に腕とか肩と周りとか、まあ、腕振るの、振るだけの作業をいっぱいやってる方がいいのか、ウエイトとかやってパワーもつけた状態でそれを行うのがいいのかっていうのは、どっちなんでしょうね。どっちにも早い人がいるから、なんとも 100% の答えないですよね。マジで。マジで。ガリッガリだけど早いやつもいたし、海外にもそういう選手いるんで、上半身ガリッガリなのにめっちゃ早い人いるし、うん、バッキバキに鍛えてこんなになってるけど遅いやつもいっぱいいるし、うん、どうなんだろうね。俺はある程度やってきゃいいかなって思いますけど。勝ちたかったら登録しとけ。